はい、皆さんこんにちは。今日は、我が家の、かぼちゃの紹介をしていきたいと思います。我が家ではまずグルメペコという、これは韓国かぼちゃですね。はい、それとその向こう側に見えていますのが、小さいですね、雪化粧かぼちゃって言いまして、白いかぼちゃになります。この雪化粧かぼちゃは非常に皮が硬いのですが、皮はここで柔らかいかぼちゃです。結構、保存も効きます。去年非常に美味しかったので、今年も種から栽培しています。はい、その横がですね、白い坊ちゃんかぼちゃ。そしてその向こうが赤い坊ちゃんかぼちゃになっています。はい、これらのかぼちゃは、こちらですね、上の方にですね、我が家の上の方に2階まで伸びていきます。これらのかぼちゃは、カーテンにするつもりですね。はい、結構、夏の間、日光から遮ってくれるので部屋の中が暑くなりにくくなります。はい、そういう効果があります。はい、それではこの明日のジョーの、ブラックのジョーかぼちゃ、そして、このスイートキンちゃんっていうこのかぼちゃですね、こちらの、親づるを摘心していきたいと思います。はい、ちょうどですね、葉っぱが 1,2,3,4 枚出ています。はい、でこちらのスイートキンちゃんの方は 1,2,3,4,5 枚、6枚ぐらい出ておりますね。でここのとこ、これですね、これが芯ですね。はい、これですね、これを取っていきます。はい、はいはい、これで親づるを止めましたと。はい、これで親づるを止めております。あとは子づるが伸びていきますと、こういう形ですね。こちらの方もこれですね、はい、1,2,3,4 枚ですね。はい、ここですね、ここを止めます。はい、これで、芯を止めておりますので、あとは子づるが伸びていくという形になっていきます。はい、またその時点で、お伝えしていきたいと思います。はい、かぼちゃはこのように芯を止めてますね。はい、芯を止めますと、このところですね、このところから子づるが伸びてきます。4本ぐらい出てきますけど、その中の強い、子づるを2本伸ばしていきます。はい、そして、収穫していきたいと思っております。